します。視力に合ったコンタクトをどうぞ。カラコンを合わせてみては。今回はメルス羊役というメルスプランサービスの化身として撮影を行ったので、まずそこが一番の見どころかなと思っていて、お洋服もぴったりのものを作っていただきましたし、セットもそれに合わせて、この世界観に合わせてすごくバトラーベルとかが飾ってあったりして、細かいところにもすごく凝ったセットになっていたので、そこも見どころの一つかなと思っています。せっかくのこのシチュエーションなので、ぜひ楽しんでいただきたいです。背筋を伸ばして胸を張るというか、そういう姿勢をまず意識はしました。あとは手先まで綺麗に見えるように意識を全身に行き渡らせたのは一つあるかなと思います。そうですね、くっきりとした表情であったりとか、羊を演じたことは初めてだったので、すごく楽しかったです、はい、かなりスタイリッシュなイメージでした。最初にフィッティングをした際に、マネージャーさんが宝塚が好きなんですけど、なんかそういう男役さんのかっこいい姿がすごく目に浮かんで、そういうイメージでできたらいいなと思って。なんか前回お会いしたのが多分大西ライオンさんとの会だったと思うんですけど、元気の良さが3倍ぐらいになっていて、登場からすごい接近してきてくださったりとか、ずっと可愛らしい動きをしてくださったりして、なんだか朝が早かったのに元気をもらいました。すごい今日のメルスが元気でした。会う頻度はなかなかね、ミニミルスケと会うんですけど、大きなミルスケさんは年に1回ぐらいしか会えないと思うんですけど、なんかちょっと毎年パワーアップしてる気はします。はい、弟が特に小さい頃から目が悪かったので、メルスプランでコンタクトを定期的に使っているんですけど、予約して本当年齢に合わせて度数が変わったりとか、部活動だったり勉強だったりで、ライフスタイルが変わった時にそれに合わせて変えられるっていうのがすごくいいんだっていうのをずっと聞いていたので、問題を抱えてたりとか、こうしたいなと思ってる人にとってすごくいいなとは改めて思いました。あと知らなかったんですけど、ワンデーとかワンマンス、ソフトハード、サークルレンズやカラコンとか、カラコンまで選べるっていうのがね、さらにおしゃれに気を使いたい時とかにもすごくいいなと思っていて、すごく幅広くあるんだなっていうのを改めて今回知りました。私はそうですね、一番は最近夏前ぐらいに免許を取ったんですけど、やっぱり免許を取って運転する時はコンタクトをしたいなってするようにはして
ちたいなと思っていて、さらに安心に運転するためにその視力をもうちょっと高めていきたいなと思っていて、あとその最近ちょっと低下があって、その視力のそれに伴って見えづらいからなのか、頭痛であったりとか肩こりであったりとかもありますね。あと台本を今紙だけじゃなくてデータでいただくんですけど、そういうのでその帰り道の車で紙で夜中だと見えないからデータでっていう時にやっぱり目が疲れちゃうのか、もっと頭痛がひどくなったりとかすることはよくありますね。その時最初は大丈夫なんですけど、だんだんこう締め付けるように痛くなってきたりとかするので、やっぱり良くないなと思ってます。帰り道のその時間の短縮の意味も含めてデータを見るっていうのはなるべく減らしたいんですけど、完全に削れるものではないので、お家に帰ってからお風呂入る時にタオル持ってって、それをあったかくして目に当ててみたりとか、あと自分の手でこめかみとかをマッサージしてほぐすっていうのはなるべくやるようにしていますね、はい。私パッと浮かんだのは水回りの掃除ですね。あとエアコンとかちょっとこう時間があるときにしかできないけど、時間があるときにやっぱりちょっとめんどくさいなと思うエアコンとか外の換気扇とか網戸とかあと、まあ、普通に嫌いなのでお風呂の排水口の掃除とかしてほしいです。他の家事は全然大好きなんですけど、ちょっとグロテスクななんか部分の掃除はあんまり好きじゃないのでそこやってほしいです。車の運転をしてもらっていろんなところ連れてってほしいですね。それ執事するのかちょっと分かんないですけど、免許持ってはいるんですけど都内はまだちょっと慎重なので、いろんなところちょっとこう郊外とか連れてってもらって、あ、お弁当作ってくれて、朝から美味しいやつ作ってもらって、そのお弁当を持ってピクニック行きたいです。本当に迷った時とかなんか悲しかったりとか辛かったりしてどうしようっていう時はお母さんとかかもしれないです。普段もその年に1回もないぐらいなんですけど、例えばなんかワクチン打って副反応きついですとかなんかそう風邪ひいて体調悪いですとか、そういう時はお母さんにだけ言うかもしれないです。お友達とかには心配もかけたくないので言わないんですけど、母にはもう今すぐ来てぐらいの勢いでご飯食べたいみたいなことを言う気がします。一番弱音を吐ける相手かもしれないです。私も今回撮影で初めて知ったように、ウェルスプランサービスのことがまたさらに知っていただける、幅広く知っていただける機会になる CM になるのではないかなと思っております。ポップな羊という役で今回演じて目を引くものになっていると思いますし、 CM 自体も楽しんでいただいて、さらにこう詳しくしてみようかなって思った方はぜひこうウェブサイトであったりとかも見ていただきたいなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。メニコンコンタクトライフまるっとお任せください。あれ、よく見えません。おお、視力に合ったコンタクトをどうぞ。デートなのにゴール決まんない。カラコンを合わせてみては。あっち、はあ、新品レンズご遠慮なく、ウェルスプラン加盟施設で。